はい、さあ見ていただきましたが、ね、このシュールなこうあと笑いのあと出づらいですよね。出づらい、ね、やっぱりこう間がねやっぱあるじゃないですか、うん、そうそう壊したくない感じはありますけど、ね、でもね先ほどちょこちょこちょこちょ こう田中監督いらっしゃってる時にね、まあ、いろんなまたねあの貯金が増えましたみたいな豪華なゲストを呼んじゃってみたいなありますけどね、うん、もう竹中直人さんとか ね、まあ、いろんな方が出てますがもう最後のあのねあの川のもうドラムバトルあれはすごいよ ね本当に。でさっきちょっとね伺ったら監督にあそうそうそ そう、まあ、ネタバレも見ちゃったらあれだけど、ねうんね、あの撮影とかよくこうね樽というかあそこの中でドラムのやつ土台が ね、うん、土台の中でよくできましたねって言ったらあれ下からこう助監がずっと支えてるというですね。そう助監督がずっと支えていたそうです、うん、たまにくるっと回したりとかして ね人力なんですだから ねなんとなくそんな気はしてましたけどまさか入ってるとは思わないですよ ね、うん、ねということでねぜひですね次なんか田中洋次監督はですね長編を撮りたいというので、ね、もう構想を練ってるらしいので、ねはいまあ、ぜひちょっとまた下コメにですね出していただきたいなと思っております、はい、お待ちしております、はい、さあでは続いて招待作品3作目最後ですね、はい、移りたいと思います。さあ、3作目はですね香港の有名な映画監督ジョン・ウーさんね、うん、いらっしゃると思いますが、その娘さんでもあるアンジェルス・ウー監督作品の、うんまあ、ナッツというですね、はいついにこう海外からも、招待作品が、選ぶという形になっております。でこれ、実はですね、アンジェルス・ウーさん立っても、はいいろいろ映画祭はあるけど自分の作品を下コメでかけたいどうしてもかけたいという直接ご連絡ありまして、うん、で我々としてもうそこまで行っていただけるし、まあ、作品見させていただいてあこれはぜひ下コメで見せたいなと思って、今回招待作品上映、はいに今回参加加えたものなんですけども、うん、で本来ですねここで、先ほど同様、監督アンジェルス・ウーさん来ていただく予定だったのですが、急遽ですね、来れなくなってしまったといういろいろと事情がおありなんですけれども、はい、今日はその事情をよく知る方にご登壇いただこうかなと、はい、そうですね、はいはい、じゃあちょっとその方はまずお呼びしてお呼びしてからお話を伺っていきましょうか、はいはいではお願いいたします。井上みどりさんです。はいよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。どうぞどうぞ。はいどうもどうも。はい、事情をよく知るという映画祭スタッフの井上と申します。そうです井上みどりさんはずっとアンジェルス・ウーさんと、コンタクトを取って、まあ、今日に至るまで、いろいろやり取りをしていただいて、本当にねアンジェルス・ウーさん本当に来る予定ではあったわけですよ、うんまあ、それがいろいろあって、まあ、こう今に至るわけですがちょっとその経緯をですね、まあ、みどりさんいろいろとやっていただいた経緯もあるので、はい、直接ちょっとお話をいただければなと思うんですが、はいはいまあ、ご存知の方も多いと思うんですけれども、はい、今お父様のジョン・ウー監督が、日本でずっと長編映画を撮影していらっしゃいまして、あれですよね君をふんどの川を渡れ、あそうですね、はいはい、福山雅治さんが主演のねそうですね、はい、で関西大阪だったり、鳥取県、岡山県等で撮影今行っているようなんですけれども、アンジェルスさんはお父様そのアクション監督のチームに入っていらっしゃいまして、アクションシーンを結構、うんのキーメンバーとして動いてらっしゃるんですね。でそれでなかなか先日の台風の影響でスケジュールがどんどん押していらっしゃったようで、うん、でちょっと今日ももうがっつりと終日撮影になってしまったようなんですね、うん、だから一番なんかこうね残念なのは、まあ、これ海外にいて結果日本に来れなくなったっていうならねあれですけど、まあ、日本にねいると西日本の方に今いらっしゃお父さんを含めていらっしゃるというところで、まあ、そこがねちょっと我々としても本当にぜひ来てほしかったなというのは思うんですけど、でもそれ以上に ねアンジェルスさんの方もすごい悔しがってるんですよね。そうなんですよ、もう本当に、なんとかこの日にアクション撮影が入らないようにもういろんなもうスタッフに交渉してくださって、うん、なんとか私だけちょっと行かせてくれないかと東京に、うん、っていうのをもう本当に調整してくださっていたんですけれども、もう衣装までご用意されてたんですけど、今日登壇する衣装もね、そうなんです、7月に購入されたようです。購入してここで着るようにね。そうなんで
私も本当にもう残念がっていらっしゃって、ただあの、ね、この夏という作品を招待してくださったことと、うん、まあ、あのアンジュさんをこちらにあの招待するのにたくさん、まあ、努力してくださったスタッフの方に本当に感謝していますというメッセージを頂戴しています。はい、いや本当にですね、まあ、アンジュさん、まあ、今衣装もね今日のために用意をしたし、で今から見ていただく作品の字幕、これ、まあ、最初1回字幕ポンとできたんですよ。ただやっぱりこう下町コメディ映画祭だし、もう少しこう字幕もちょっとこう監修して変えた方がいいんじゃないかと、ギリギリまでね実は字幕にもこだわってやってらしたということで、もう本当にね、まあ、残念なんですけど、まあ、その残念さをまたみどりさん伝えてて、来年ぜひお父さんと一緒にですね、そうですね、あの実は今回も、はい、あのもしそのお父様の方の撮影スケジュールが、うん、まあ、調整できるようだったら、うん、一緒に来たいわっておっしゃってたんです、うん、お父様も一緒にっていうふうに。すごいですよ。なのでなおさら日本にいらっしゃるから、うん、残念だなってっていう、ね、思いますよね。すごいですね、うん、ゴロゴロ会館に鳩が舞いますよね、これは本当にね、鳩出てくるんでしょうかね、あこの映画ね、この映画のどうなんでしょうね、娘さんの方にはどうでしょうね、ただやっぱりこうジョンウーさんの娘さんだけあってなるほどという展開の作品にはね、はい、なってるかなと思ってます。まあ、ぜひちょっとあの今日のね見終わった後の観客の雰囲気含めてですね、みどりさんからですね、はい、アンジュルス・ウーさんにですねこういう形だったよっていうのを伝えていただいて、はい、まあ、ぜひまた来年、一本作品を作って、うん、今度はお父さんとですね、そうですね、ぜひ10回目の記念大会に来ていただけるように、ね、はい、親子登壇をしていただきたいと思います。はい、はい、ということで本当に、ね、ちょっと皆さんここでねアンジュルス・ウーさん紹介したかったんですけど残念ながらということになりました。ただね作品をぜひ見ていただいて、よければぜひ来年また改めてね、はい、呼びたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。では3作品目ナッツの上映に移りたいと思います。上映時間は9分でございます。最後までごゆっくりご鑑賞ください。ありがとうございました。ありがとうございました。